なかなか候補者本人が、カルマに入ってくる機会がありません。今日はわざわざですね、前消費者担当大臣の、井口さんが高橋克典の応援のために、駆けつけていただきました。ありがとうございます。まあ、大島君からもお話がありましたけども、高橋克典君はもうご承知のように高根沢の町長を15年間、務めておりました。ですから地方の痛みとか地方の苦しみをしっかり味わいながら、まあ、高根沢の町政を、まあ、4期務めてきたわけですけども、なかなか町長だけでは自分の思いを達することが難しい。やはり国に出て地方の痛みを国会の中でしっかりと伝えていきたいという思いで、まあ、踏み切っていただいて自民党の候補を、勝ち上がっていただいて、この度自民党が責任と自信を持って購入をした参議院議員の候補者として今、県内をお願いに回っているわけでありますけれども、今日は足利の方に行っています。ですから井口先生が来ていただいたり、高橋君の奥様であります、まなみさん、代わりに皆さんにお願いをということで、今日は来ていただきました。まあ、私の話はあまり長く、するよりは井口さんの話を聞いていただいてということで、私も井口先生も奥さんもですね、小林県議も、お話が終わった後次の会場に行かせていただいて、今日は3箇所で同じようなことをやります。明日も3箇所で同じようなことをやります。明後日は4箇所で、明後日は本人が入ってということになるんでありますけども、明後日も多かったら本人が入って、4箇所鹿沼の中を個人演説会をやって最後のお願いという形になると思います。私は皆さんにお願いのあるのは、まあ、これからいろんな話を聞いていただければ、いかに高橋克典候補が今回の参議院選の候補者の中でどれだけ使える人間か、しっかり私たちの意見を国に届けていただける、その力を持っている、スピード感を持っているっていうのは高橋君しかいないというふうに思っています。しかしまだ100日足らずの運動ですから、なかなか知名度も上がっておりませんし、高橋克典の名前と顔がまだ一致をしていないというところもあります。我々は高橋克典、ぜひ皆さんにお願いをして、今日中にいろいろ資料が入っておりますけども、それは小林副議長の頃から後でご説明があると思います。あと1週間、もう一度今まで皆さんがお声をかけていただいたところに、もう一度声かけていただく、あの方にお声かけるの忘れちゃったなっていう方には、もう2声かけていただいて、高橋克典ということで、しっかりと応援の輪を広げていただいて、支持の輪を広げていただいて、21日には相手候補方よりも1票たりとも多く、取るということです。どうも自民党の支持率がいいもんですから、高橋克典さん大丈夫でしょうっていう県内の県民の皆さんの声があります。そうではないんです。大変厳しい選挙だから、8日の日には安倍総裁が入っていただきました。小山と宇都宮で高橋克典君の応援演説をしました。総裁が入るというのは、やっと追いついたか並んだのところじゃないと総裁は入ってくれません。現実に我々事務局がよしやるぞというふうになってきたのは、総裁が入っていただいたんで、相手現職候補に並んでるなという思いがしています。これから一生懸命動いた方が最終的に勝利の女神が輝いてくれるということになると思います。もう一度言いますけれども、支持の輪を広めていただくようにですね、一声二声 お声をかけていただいて、最終最後まで高橋克典をよろしくお願いを申し上げたいと思います。私この後次の会場に、移らせていただきますけれども、井上先生にはたっぷりと
お時間を使って話していただきますので、今日は幼稚園の方もいますので、我々自民党は、幼児教育の無償化を実現していきたいというふうに思っていますので、そこだけはご理解をいただいて、次の井ノ口先生にバトンタッチをさせていただきたいと思います。本当にお忙しい中、お暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。最終最後まで高橋克典、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。